大崎ゆ香は、東京都出身の元女子バスケットボール選手である。旧姓名、マミヤゆか。コートネームは、名。ポジションはセンター。エネオスサンフラワーズ所属。東京茂則大学中学校時代に、全国大会優勝。高等学校進学後もインターハイウィンターカップ、準優勝。3年時に、国体優勝を経験。1年後輩の篠原めぐみと共に、 ツインタワーと呼ばれ、全国大会では、トカシキライムのライバルとして渡り合った。高一では一年先輩のホンダミアビコロモラと共に、U-18 日本代表にも選ばれ、三年で、トカシキ、篠原らと共に、U-18 アジア選手権初優勝に貢献。卒業後、ホンダが所属するジョモに入社。U-19 世界選手権に出場する日本代表にも選ばれる。 翌2010年にはトカシキも加入してチームメイトになった。2009年とアジア大会で初の A 代表入り。2010年世界選手権の代表からは漏れたがアジア大会で代表復帰を果たす。2012から13シーズンは得点ランキングで1位になり、初めてベスト5に選出されるとともに、初めてレギュラーシーズン MVP に選出された。 2013年アジア選手権では優勝に貢献して大会ベスト5に選出される。2013から14シーズンには初めてプレーオフ MVP に選出された。2016年リオデジャネイロオリンピック日本代表に選出される。2016から17シーズン終了後に結婚した。このため2017年度の日本。 代表チーム候補選手に選出された際に結婚後の名字を名乗り、大崎由加の名でプレイすることを明らかにしている。2018年5月31日妊娠をしていることを発表した。j x エネオスは2017から18シーズン後に退団。2020年1月東京オリンピックを目指して2017年アジアカップ以来の日本代表に復帰。 同年、ベルギーで開催されたフィバ東京五輪予選大会に出場。2020年8月10日、自身のインスタグラムで現役引退を表明。マミラユカに関するカテゴリー。ありがとうございます。